図一応力から歪み線交などでは明瞭な上、交幅点、下交幅点を示す。図2応力から歪み線アルミニウムなど、面心立方金属の多くは明瞭な交幅点を示さない。交幅とは、金属材料などに応力を加えていくと現れる現象である。例えば鋼に応力を加えていくと、応力から歪み線図は、図一のような挙動を示す。 随一では、応力が点2に至ると、歪みは大きくなるのに対し引っ張り応力は下降する。この時項は降伏したという。点2に至るまでの変形は、男性変形であり、荷重を除にすれば形状は元に戻るのに対し、降伏後は、蘇生変形になり除にしても、男性変形分以上は、戻ることはない。降伏中の最大の応力を上降伏点。 最低の応力を下幸福点という。実用上は上幸福点が男性変形の最大基準の応力としてよく利用されている。鋼のように幸福を示す金属に対し、アルミニウム合金のように幸福現象を示さず、ズニのような応力から歪み線図を示す材料も存在する。そのような材料では男性変形と蘇性変形の境界を便宜上つけるため、 幸福応力に相当する応力を体力と定義している。鋼の幸福時の永久歪みが約0.002であることから、除火時の永久歪みが0.2%になる応力を0.2%体力と呼び幸福応力の代用として使用されている。幸福関数とは材料における幸福の発生を数理的に表現するための関数である。多くの場合、 材料が降伏するか否かは応力によって決まる。また、材料に素性変形が生じると歪み効果が見られ、これを表現するために、いくつかの内部変数が導入されることもある。したがって、降伏関数は、応力と内部変数の関数として表されることが多い。代表的な降伏関数を以下に示す。降伏現象の機構は、次のように説明がなされている。 ありがとうございます。